ピラタス PC-9 オーストラリア空軍の PC-9A ピラタス PC-9 はスイスのピラタス社が PC-7 ターボトレーナーの高性能型として開発したターボプロップ単発の練習機。世界で15カ国以上に採用され、アメリカ空海軍の初等練習機 T-6 敵3-2の原型機にもなっている。 マーチン・ベーカーによる PC-9 用車室座席のテスト風景ピラタス車は PC-7 ターボトレーナーの開発で成功を収めたが、より高性能で幅広い訓練を実施できる次世代練習機の開発を検討し、1982年5月から開発に着手した。この次世代練習機は PC-7 の基本設計を踏襲することとし、 1982から83年にかけて PC-7 を使った空力構成要素の試験が行われ、先行量産機2機の製造が開始された。先行量産型初号機は1984年5月7日に初飛行し、2号機も同年7月20日に初飛行した。1985年9月19日には極撃機器としての形式証明を取得した。 ピラタス社は PC-9 をイギリス空軍のジェットプロボストの後継となる直練習機計画 AST41 に応募していたが演武 -312 つかのに敗れた。しかしこの時期体改修を担当することになっていたブリティッシュやロスペース社とのつながりがサウジアラビアからの最初の受注につながった。機体形状は PC-7 に似ているが、 PC-7 との共通部分は10%程度しかない。コックピットは後席の位置を 15cm 高くし、後席からの前方視界を改善したほか、座席はマーチンベーカー製の射出座席となった。胴体下にはエアブレーキが追加され、プロペラブレードは4羽に増やされた。エンジンは、プラットホイットにカナダ製の PT6A-62 が搭載され、 最大出力8 5 7ットを7 0 8キロワットまで抑えているが、それでもターボプロップ練習機としてはパワフルなものになった。主翼にはハードポイントが6箇所あり、PC-7 同様に武装して、軽攻撃任務にも使用可能であるが、軽攻撃機として運用している国は少ない。派生型としてアメリカゾラ。 海軍の J-PATS 計画向けの回収を施した PC-9M2 や PC-7M2 で使われた技術をフィードバックし外見も PC-7M2 と同様になった能力向上型 PC-9M などが存在する。PC-9M はより大型の動作ルフィンを持ち縦安定性が向上されるとともに主翼付け根のフェアリングの形状が改められ、 計測時の操縦性の改善と失速速度の低下に繋がった。また、スロベニア空軍の PC-9M は、フォータス概念や、チャフフレアディスペンサー、ハネウェル製電子飛行計器システムなどを追加した、軽攻撃機使用で、フドール肉の名称が与えられている。ピラタス社では、PC-9 は、初等訓練から高等訓練まで対応できると、しているが、 航空機の操縦に不慣れな訓練生が乗る初等訓練機としては950馬力もの出力は高すぎて現実的ではないため導入国の中には初等訓練のために別の機体を導入する国もある。また強力なエンジンや射出座席などのオプションを採用したことから価格が上昇し開発国のスイスでは少数が標的栄光などに使用されているのみに止まっている。 ドイツでは標的栄光用として民間企業のホルステネア社がドイツ空軍に代わって機体を運用しているほかコンドル航空でも使用している。また極技飛行機としても運用可能なことからオーストラリア空軍のルーレッツ、クロアチア空軍のクリラオリエなどのアクロバットチームでも使用している。現在はより高性能な PC-21 に後を譲って 生産を終了しているが、派生型の T-6 は現在でも販売されている。パイロンに武装を搭載した状態オーストラリア空軍の前線航空艦製機、使用 PC-9 初期生産型。PC-9 マーク2アメリカの J-PATS 計画向けに提案された改良型。PC-9 と並行して販売されており、カナダやイギリスで導入されている。 p c 9 m p c 7ク2で使われた技術をフィードバックした能力向上型。PC-9M フドールニクスロベニア空軍向けの軽攻撃機使用。PC-9A オーストラリア空軍向け生産型。同国のホーカーデハビランドにてライセンス生産された。一部は前線航空艦製機に回収されている。 PC-9B ドイツ空軍向け標的、栄光型。B 会19体空軍での PC-9 の故障。ブルガリア空軍の PC-9,M スロベニア空軍の PC-9M 不動リニク。なお、イギリス空軍に採用されたツカノの光景に選ばれたのは PC-9 から派生した T-6 的酸2であり。 実におよそ30年越しに、イギリス空軍への採用が叶ったことになる。青木、吉友。戦闘機年間2019から2020、イカロス出版。P112 海上自衛隊の T-5 は350馬力。航空自衛隊の T-7 では、最大となる離陸出力で450馬力。しかし、これらでも、初等練習機としては、大出力の部類に入る。 ありがとうございます。